当然よ。いかなる時も凛として冷静で理知的である。それが私の目指す理系だもの。雪村正式理知的。氷室っていきなりペロペロになるわよね。よかったわね、好きが証明できて。酔っ払いの発言なんぞ参考にできるか。だからほどほどにしておけと、うん、これだからアルコールは。ねえねえ雪村くん、なんだ。理論的に最高値のキスして。は？今はダメだ。ここではムード値も高めようが。なんで？やってやって雪村子供か貴様は。まさかあの氷室先輩がこんな酔い方するなんて。お酒は人を狂わせるな。コスケ君も部活のノリであんまり飲みすぎないようにし。リナちゃんと結婚する。お前もかよ。トラスケ、飲みすぎるとたまに小学1年生くらいに戻るのよね。リナちゃん引っ越さない？ほんと引っ越さない？はいはい、どこにも行かないわ。ずっと一緒よ。うわーい。何が面白いんだかなで。いや、なんかいいですね、ここの飲み会。みんな勝手なことをして好きなように暴れて、それがちょっと羨ましい。私はまだ前のイチャイチャしてんじゃねえぞ、カタクルが。こいつも暴走するタイプだったのか。何が好きの証明ですか。恋人欲しくてもできない人がどんだけいると思ってるんですか。カナデ、ちょっと落ち着け。うるせえ。私だって普通の女の子みたいに普通の恋がしたかっただけなのに。カナデちゃんも好き。できるだろう、お前なら。とりあえず水飲め。私だって普通の女の子になりたかったですよ。背後に立たれると反射で攻撃しちゃうゴリラ女じゃなくて、じゃなきゃ高校の頃あんなことには。一体こいつに何があったんだ。だからいいんです、私は。空気読んで周囲に溶け込んで普通でいるのが一番いいんです。くだらん。